熊道庵は、新潟県南魚沼市熊道に所在する、総当州の寺院である。三号は、金城山。本尊はおくるみ。熊刀院とも、南魚沼郡一帯にあたる上田省に位置する。当時の縁起や、日本道場連登録によれば、藤原ふ崎の母である、藤原千菌が世を結び返そうとする伝承を持つ。また、養老元年ふさが、 母の母代を弔うため、天寺を創建した。室町時代に至り、直江津を本拠としていた関東官令の上杉、のりが、影響元年、自伝によれば、欧二27年に、越後で、初めての総統衆人員である高久保寺住職である、ルド吉勝の奉仕の剣馬土喜び寺を招き、禅寺として再興したという。上田将は、山内上杉氏との関わりを持ち、 山内上杉氏を継いだのりザネは、熊道安最高を起としていたおじにあたる上杉、県庁の意志を継いで最高を行ったという。のりザネは文案4年に政治から退くと、熊道安に陰性している。後時期末27時を有する越後有数の大寺委員に発展し、幸運寺、手月寺、寺光寺とともに、越後鹿の道場と称された。赤門からの参道の下には、 北家行の一石一字が書かれた石が埋められており、古来より、雲道庵の土踏んだか、石橋寺の味噌舐めたかと言われ、山道を踏みしめて参詣することで、ご利益があるとされた。戦国時代には北高全宿が、第十世住職となる。北高全宿は、雲道庵で修行し住職になり、A68 年には、海の国の武田信玄の招きにより信濃国作軍。 岩村田の竜具も寺住職となった。越後国主となる、上杉影勝やその家臣である、直江兼熱群は幼少期に、通天有りたちらより弁学を学んだ寺とされる。境内には、影響年間に作られ、江戸時代に再建された赤門や、同じく、江戸時代に、出雲崎の大工である、奥黒陣内を棟梁として再建された本堂がある。新潟県南魚沼宿も堂660。 駐車場あり、ありがとうございます。